北海道1500キロの旅でしょ。おはようございます。2日目のアラショです。昨日はですね、千葉から福島まで、こちらの自転車を使ってくることができたんですが、本日は、2日目というわけで、この後福島からさらに北を目指していきたいと思います。目指すは北海道の、稚内にあります宗谷岬ですね。今日は、福島から盛岡まで行きたいと思っております。なんか天気見るとね、あの仙台あたりがね、ちょっと午前中雨っぽいんで、まあそこだけ回避できればいいかなと思うんですけども、フラグになっちゃうのかな。というわけで、早速行ってみましょう。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで宮城県突入。よいしょ。あー疲れた。いやめっちゃ登ったな、最後だけ。なんか道の駅国見かな、そこら辺から結構登ってきまして、今宮城県に突入しました。こっから新幹線の白石蔵王駅があるので、そっちまで向かってみたいと思います。なんか盛岡駅まで248キロっていう看板が見えたんで、いや今日のゴールは見えたけど先投げーっていうね。いや多分また到着夜になりそうですね。はい、では頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、白石蔵王駅到着しました。時刻が8時35分ということで、まあ、大体スタートから1時間半くらいがね経過しましたと。1時間半で30キロなんで、まあまあいいペースなんじゃないかなという感じでやっております。こんな感じで新幹線駅を巡りながらね行くっていうのも悪くないかなと思います。でもうね、白石蔵王の次があの仙台駅になるんでね、もうみんなが宮城といえば仙台って言ってる感じだと思うんですけど、そこまで行っちゃいたいと思います。でもね、もう顔がすごい変なことになってますけど、目の下とかすごいな。はい、ではね、仙台まで次行ってみたいと思います。はい、というわけで今代川原駅の近くにいるんですけども、こちらコープ宮城の宮城生協代川原店に来ました。7時に出発して、で今ちょうど9時過ぎたくらいなんで、まあ2時間くらい走って、で今今後のことも考えてお腹膨れた方がいいだろうということでね、1回休憩入れてエネルギー補給したいと思います。カルピスとなんかデミグラスソースの粗挽きハンバーグ弁当っていうね、美味しそうなやつがあったんで、これ食べたいと思います。ではいただきます。あ、レンチンすごい、レンチンしてなかったわ。いただきまーす。うん、ソースうまっ。あとレンチンした方が絶対美味しいわ。岩沼駅に到着しました。時刻が10時23分、距離が60キロを超えました。まあそんな感じでね、結構回ってるわけなんですけども、4号線ずっと走ってたんですけども、ちょっとね、あの風向きが悪くなったりとか、あとは普通に飽きたっていうのもあったんで、まあ岩沼駅周辺に行ってみようかなっていう感じでね、ふと訪れた場所になります。なんかふらーっと巡っていく感じで巡っていきますので、次もねどっかで巡ってるかもしれません。以上、岩沼駅でした。仙台までね、あと20キロなんで頑張っていきましょう。
い、というわけで仙台駅到着しました。いやー、マジで疲れた。本日の距離がですね、78キロになりました。で、時刻が今11時53分というわけで、まだ午前中なんですね、なんと。まあ朝7時に出発したんで、まあ4時間と53分、まあおおよそ5時間がね経過したというわけなんですけども、まあ頑張って走ったろ私には。まあでもね、残念ながら仙台では終わらず岩手県にね突入したいと思ってますので、これからねもっと頑張っていきたいと思います。天気がね、あのこんな感じでどんてんとした曇り空なんで、結構ね自転車としては走りやすいっていうところはあるんですが、まあそれなりに体力はね温存できてるかなと思います。まあただね、どうせ走るんだったら天気のいい日がいいんですけどね。というわけで、仙台駅でした。ちょっと休憩入れてからまた進みたいと思います。はい、というわけで今仙台市の泉にいるんですけども、曇天な天気の中ね、わかるかな、雨降ってるんですよね。ちょっとね、小雨とはいえね、あの雨粒見えるくらいね、あの降ってるっていうのもありますし、あの自転車にとってね、もう雨本当に天敵なんですよ。いやー、ちょっとこの状態だとね、ちょっと走ったんですけど心折れたんで、一回休憩がてら雨待ちます。で、なんか雨雲レーダー見たら本当にあの泉地区の一部だけに降ってる雨みたいなんで、多分すぐやむと思うんで、ちょっとしたらね、また走っていきたいと思います。で、まあなんか休憩がてらアイスとパン買いました。はい、これ食べてね、ちょっとお腹満たしたいと思います。では、休憩がてら雨を待ちたいと思います。はい、古川駅到着しました。いやー、長かったわ。現在の時間が15時31分です。距離にして121キロが経ちました。で、ですね、先ほど多分ツルハドラックにいたと思うんですけども、その時にまあなんかまだ雨降ってたからちょっとだけ寝るかっつって、なんか目つぶったら割とすぐ寝ちゃって、で、そしたらね、なんか1時間くらい時が経ってたっていう。めっちゃ時間経ってるやんっつって、やっぱ体的には結構疲労が来てるんですかね。まあでもね、私の顔もだいぶ疲れてはいるんですけども、なんだかんだでできてるんで、まあ引き続き頑張っていきたいと思います。とりあえず今日の目標は盛岡で考えてはいるんですけども、まあちょっと体調的には途中で断念する可能性もあります。多分ないと思うけど。次がですね、なんか木古内駅みたいな、そんな感じの駅名でした。で、その近くになんかイトーヨーカドーだかスーパーがある、イオンだったかながあるみたいな感じだったんで、ちょっとそこでね、あの小休憩取ろうかなと思います。というわけで20キロ頑張ってきます。おお、なんか岩手県方面晴れてるわ。こっち今まで走ってきた仙台方面なんですか。マジでずーっとこんな感じの雲がついてたから、なんか久々に青空を見た気がする。青空方面に向かっていきましょう。いやー、いい天気になってくれ。よいしょー。あー、着いたー。はい、というわけで
栗駒高原駅到着しました。いやーマジ疲れた。さっきの古川駅からはね、20キロくらいあったんですけども、まあアップダウンがね多いこと。すっごいね、うわーアップしてんなー、で急に下るなーみたいなのが結構あってね、もう立ってるのもフラフラなんですけど。あー疲れた。現在の時間が、16時59分というわけで、夕方の5時です。夕方の5時なんですけどね、だいぶ日としては青空もあっちゃん見えてきてね、いやー岩手方面は結構天気良さそうですね。逆に仙台方面ずっと曇り空だったんでね、むしろなんか明日の方が天気良くて日に焼けそうな感じもするんですけども、日焼け気にしてんのかっていうね、そこのツッコミもあるんですけど、今日は147キロを進みました。朝7時に出発して147キロなんで、10時間経って147キロなんで、まあ時速14キロくらいなんで、まあ、結構ゆっくりかもしれないんですが、まあ1時間くらいね寝てたりもしてたんで、まあこんなもんなのかなっていう感じですね。実はこの栗駒高原駅の後ろ側にね、建物がありまして、イオンがあります。でこのイオンでねちょっと休憩したいと思います。本当走ってる途中ね、お腹空いちゃったし、喉乾いたし、で私もトイレ行きたいしということでね、一回休憩したいと思います。では、一回休憩しまーす。そして次は岩手県に入って一ノ関駅を、目指していきたいと思います。では一旦休憩。はい、というわけで、のり弁と、おはぎとスポーツドリンクを買いました。20キロ先にね一ノ関駅があるので、そこに着いたらね、また、どっかお店寄ろうかなとは思ってるんで、まあ、その時にまた食べたいと思います。というわけで、一旦は、こちらを食べて、また頑張りたいと思います。ではいただきます。はい、というわけでちょっと暗くて申し訳ないんですけども、岩手県一ノ関市に着きました。てか入りました。やったね。あー疲れた。アップダウンが結構来ましたね、県境だけあって。その分足持って帰ったんですが、で時間が今18時45分です。166キロは走りました。まだ200キロ行けないんですね、こう見えても。こっからですね、そうですね、夜のライドになってくるんで、結構山道とかも多く入ってくるんで気をつけたいところなんですけども、まあでも岩手県見た感じ若干なんか平地みたいなところが多いみたいな感じだったんで大丈夫かなとは思うんですが、まあ幹線ね4号線なんでトラック通りも多いと思います。気をつけていきたいと思います。では引き続き行ってみましょう。はい、というわけで、一ノ関駅到着しました。こちらの自転車で一ノ関駅に来てるわけなんですが、現在の時間が19時12分となっていて、距離が171キロを突破しました。もう夜の7時過ぎちゃったんですね。もう辺りも真っ暗ですからね、やっぱ9月になってくると太陽が沈むのも早くなってきます。177キロを突破したっていうことでね、まあ先ほどの岩手県突入してからほんとすぐのところで、さっきの場所からはね、あの下り坂をバーッと下っただけなんで、まあわりかし進みやすかったとは思うんですが、こっからが問題ですね。岩手県を北上していきます。そこがねどれだけ体力を浪費するか、またどれだけ時間がかかるかね、やってみないとわからないんで、ちょっと不安ではありますが、行けるとこまでね行ってみたいと思います。というわけで引き続き頑張っていきましょう。はい、というわけで今こちらです。ドドン、水沢駅。この水沢駅はですね、先ほどの一ノ関駅と北上駅の間くらいにある駅なんですけれども、アップダウンはないんですけど、いかんせん2日目になってくるんで、私のね足が結構悲鳴を上げている状態でございます。
で今の時間が、9時6分となっておりまして、距離が今日198キロになっております。ほぼ200キロですね。結構走ってます。まだ9時なんでね、走りたいところではあるんですけども、ちょっと僕の空腹と足の回復がね必要になるかなと思うんで、一回ちょっとご飯食べようかなと思います。もしくはなんかいいお店なかったらそのまま北上駅まで行っちゃうかもしれないんですけれども、まあとりあえずちょっとそこね考えたいと思います。以上、水沢駅でした。おお、あー着いた。北上駅着いた。もうだーやー。はい、というわけで、北上駅でございます。はい、こちら北上駅となっております。時刻が今11時30分です。本当はね10時半に着いてたんですけども、ちょっとね場が疲れすぎて1時間くらい気失ってたっていうことがあったんで、いや本当は1時間前に着いてたっていうお話でした。というわけでこう北上駅に来るんですけども、今日はもう時間的にも眠気的にも体力的にも、ここが限界かなというふうに思っておりますので、2日目はね終わりたいと思っております。本当はね盛岡まで行く予定だったんですけど、だいぶ手前で終わってしまったんで、ちょっとこれがねどう響くかっていうことなんで、あまり大きく響かなければいいんですけどね。でもなんかなかなかそういうわけにもいかなそうな気がするんで、とりあえず今日は体の大事を取って2日目終わりにしたいと思います。最後はいつもの宿に行って、2日目を終了します。はい、というわけで、いつもの場所に行きました。生活クラブコミックインターネット、今12時目の前くらいなんですが、ここでねちょっと休憩取りたいと思います。髪戻ってね、今日2日目はねここまでにしたいと思います。次は翌日3日目でお会いしましょう。というわけで、以上2日目でした。ではまた翌日お会いしましょう。バイバイ。